ップまで行かれた。それでは。八神さん、どうした八神。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え、なんでだよ急に。わかりました、資料は私が用意します。悪いね沙織さん。どうですか八神さん。ん、あ、ありがとう。そっちのファイルは。寺沢恵美さんの件がまとまってます。こっちも必要かと。いや、それは大久保新平と話すなら見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。寺沢恵美、事件当時26歳。2015年12月2日23時ごろ、火災後のアパート2階より焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また援助中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。八神、どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。はあ、ええ、そうみたいです。何のために。3年前の創薬センターの事件で大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。
さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ。彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、興味も持たなかった。そして大久保はある日、ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれを自分のせいだと？俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がったんじゃねえぞ若造。20年前、お前の親父さん八神弁護士の最後の裁判覚えてるよな？ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で、親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか？きっかけはそうでした。でもあの裁判の後、俺にもいろいろありましたから。ああ。親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つかるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから、悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずりゃ気が済むんだ。生きてる限りですよ。八神だ。星野です。大久保新平と面会できます。七福通り西のタクシー乗り場でいいですか？僕も今から向かいますんで。わかった。
ありがとう。お気遣いありがとうございました。俺が言いたいことはもう全部言った。どうせ聞きやしねえって分かってんだろよ。源田先生、ん？真実を神様だけに預けていたから、俺は過去を引きずったままなんです。八神さん、こっちです。どちらまで行かれますか？それでは。お久しぶりですね、八神先生。ああ、久しぶり。すいません、人と話すの久しぶりで声が。大丈夫、ゆっくりでいいよ。雰囲気変わりましたね。まあ、君の弁護をしてからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士をやめた。代わりに探偵を始めた。カムロ町で便利屋もどきの。俺のせいですか？いや。悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？ええ。何言ってんです、ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も、エミの事件も、俺は何もやってないって。何度もそう言った、あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。エミちゃんの件では検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ、俺の無罪を訴えるたんびにさ。あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょ。創薬センターの研究員で生野陽次。覚えてます。え、この人が真犯人？でもなんで？今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。生野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから
俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は正野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実は正野にとっても幸運でしかなかった。おかげで警察が奴を疑うことはなくなってしまった。くそ、あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があってでもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし何言ったって信じてもらえない、そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。分かった、ありがとう。八神さん。八神先生、俺はエミのことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか。もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。じゃあエミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺もあんたも。八神さん。ん？僕は源田先生のところに戻りますけど、八神さんはどうしません？どうかな。多分テンダーに顔出しに行く。今夜は少し飲みたい気分だからさ。八神さん。大丈夫。いいからもう行きな。綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない、弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろう。なのにその犯人を弁護するのかお前自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の洗浄痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。なら
そっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。いや、え、俺、八神さん。星野君来るな。下がってろ。え、そいつなんかちょっとやべえやつか。そうみたいですね。死ねえや、八神。くっしゃ。大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつただの脅しじゃなかったな。え、俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。多分羽村の手下に。何？海藤さんも気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。ならいいとこがあるぜ。ん？教令会のアジトだよ。 KJ アートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろ。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。
らっしゃいませ。今出先なので帰宅次第確認します。さ、行くか。ありがとうございました。凶霊界のアジトなんですよね。そう。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。八神さん、そちらのお連れさんは？源田法律事務所の星野です。そうですか。もうカイトさんが先いらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。先生、どうぞ中へ。え？いや、これまでのご無礼をお許しください。八神さんの言うことは何でも聞くようにと、そう梶平会長から。で、肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな。村瀬、いいやつだったんだな。俺ら誤解してたよ。調子に乗りすぎだって。今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いやー、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保は白なんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって、僕にはそう見えました。ああ？いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生、あの人は？やっぱり気になる？突っ込んでもええですよね。悪いけど、あいつはヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかく、これでますます生野が臭くなったってことでしょ。こうなったら、ショックで生野に当たるか？この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、生野も木戸も。アポなんて入れないよ。これからセンターのロビーで生野を張る。出てきたところは当たればいい。張り込みか、めんどくせえな。いや、海藤さんは留守番だ。え？海藤さんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。星野くんはもう源田先生のとこに戻った方がいいしな。はい。でも、オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。行こっか。